よいこ有野です。浜口です。1179 MBS ラジオからあっぱれやってます。あっぱれ俺たちごちゃ祭り長島スパーランドからやってます。AKB48 の高橋みなみです。 SKE48 の須田あかりです。あ、どうも。あの出てきたらやっぱちょっと高めの声がいいんだけど、なんで高橋さん低めで言うの？いやいやいや、そんなことないですよ。高橋みなみですって高橋みなみです。あ、高めさすが高めのタオル多いね。ちょっと見てください、はい、あの前回私ここに来させていただいた時に、あやのさんになんか高見のファンは女性がいないみたいなね、そうそうそう、言われたんですよ。見てください、女性いっぱい来てますから。本当だ、ほら本当だ、すごい。お姉でしょ。女性もいるんで、お姉じゃないですよ。お姉でしょうよ。女性ですから皆さん。女性なの？女性ですから。 ありがたい、ありがたい、前回からもう半年ぶりぐらいですよね。そうですね、なりますね。昨年はあの11月9日にやらせていただいて以来なので、2回目になります。はい、須田さん初めてですよね。はい、公開録音初めてです。 お邪魔してます。そっか、はい、皆さん私もファンの方来てくださってますよ。本当だ。じゃあみんな、はい、せーので赤輪コールして、せーの、わあ、ありがとうございます。やん、さすがだ、さすが地元、ありがたいです。ホームだ、ホーム。そう、県も隣なので、愛知県の隣の三重県なので、そっか、皆さん結構足を運んでくださったみたいで、ありがたいです。ありがとうございます。嬉しい。こっちまで、ありがたいね。さあ始まりました、MBS ラジオ、あっぱれ俺たちごちゃ祭り、長島スパーランドからやってますの公開録音です。これはアンガールさんも初めてでしょ？初めてです。です、もうやっとこういうイベントに参加できるようになりました。ねえ、嬉しいですよ。この水を打ったような感じね。ちょっとざわざわしかしてる。何も求められてないかもしれないけど、一応でもダンスとラジオやってるんですよ。そうっす、一緒にね。この春からね。そうなんですよ。聞いてるって人はいますか？聞いてる。います。あ、いらっしゃいますよ。あ、いますね。いや、ダンスで人気があるのかなって正直思ってた。ダンスありますよ。今日初めて、ああ、まあまあ人気あるかなと思って。ファンがいるんですよ。いや、こういう姿初めて見たから。そうなんですね。あと、そう、普段はもう私服でダーダー喋ってて、なんか、今初めてこのユニフォームみたいな。一応アイドルですからね、ダースもね。ちゃんとアイドルの姿初めて見ましたもんね。普段のね、すごい。いつも汚い服やもんな。汚い服。何着てきてんの？割と東京行くときはオシャレしてってますよ。本当？ちゃんとしてね。ヨレヨレの服ばっかりで。髪もぐしゃぐしゃだよね。で後輩と仲良くできへんって言って悪口ばっかり言うんですよ。仲良くして先輩。仲いいです。似てる。そうですよ。他誰とやってるんですか、アンガールさんは。他はまあよい子さんと、はい、あとはフリーアナウンサーの田辺さんっていう人と、はい、まあ MBS ラジオで毎週月曜の12時30分から放送中のあっぱれやってますの月曜を担当させてもらってますよ、僕は。はい、なるほど。はい、僕はさらに今日の夜中ですね、25時50分から放送中の俺たちごちゃまで集まれやんやんにも極楽どもの加藤さんとココリコの遠藤くん、平成のぶしこぶしらと出ています。うん、高橋さんは。はい、私はティームレボリューションの西川貴則さんとラルクアンシエルのリーダー哲也さん、ケンコバさん、森崎由紀さんと毎週水曜日22時から放送中のあっぱれやってます水曜日を担当しています。ダスは、有野さんも一緒にやらせていただいてますね。これ一緒なんですよ、月曜レギュラーで一緒に。ああ、そう。じゃあった。いつも来る人と違う感じですよね。なんかよそ行きの格好してるからさ。今日スイッチ入ってますから。確かにスイッチ入ってますけど、一応いつもとドイツ人物です。ドイツなのね。そうなのじゃないですよ。それでは、他に AKB グループのメンバーがいっぱい来てくれてます。今回は SK48 のメンバーも来てくれてます。まずは MBS ラジオにレギュレス出演の北原理恵さんと柴田彩さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。すげえ。これ二人合わせると柴田理恵さんですね。あ、本当ですね。本当だ。
ほんまや。柴田理恵さん。似てる。富山。似てる。似てるって。なんか反応しづらいですよ。うん、すごい。なんとも言い難い。なんとも言い難い。なんとも言い難い。わはは本舗になっちゃうね。はい。二人ね。北原さんは今誰とやってるんですか。はい、今ですね、私は今ダラジオやってますという、うん、なんていうんですか、10分間一人で喋ってるんですけれども。一人なんですね。でも一応よい子さんやアンガールズさんのラジオの、うん。最後、後半10分を担当しているんで。なるほど。聞いてる聞いてる。本当ですか？終わった後、だから帰りながらこう流れてる。ね、ああ、そうですか。なんか喋ってんなって。なんか喋ってそう。ありがとうございます。逆に聞いてないでしょ、こっちのこと。でも、そうです。おい聞けよ聞きなさいよ。こっちを聞けよ。ワンピースのなんか決め台詞とかをいっぱい喋ったりするんですよね。そうなんですよ。ワンピースのいいところをずっと話してる。いいね。一個聞かせて、決め台詞。一個聞かせて。えワンピースの決め台詞。いっぱいあるよ、いいの。一番好きな。一番好きなやつですか？難しいね。えなんだろうな。でもクリリンのことかーとかね。ドラゴンボール。そうそう、ちょっとまた畑が違う。クリリンの分だね。違うっすね。はい、ちょっと畑が違うんですけど。畑違うんだ。はい。でも一番好きなシーンは、もうあの、ラジオじゃ伝わりづらいですけど、このシーンが一番好きです。あの砂漠のやつ？そうです、砂漠の最後のビームの表した。右手上げるやつ？そうです。もう一度仲間と呼んでくれますか？ドンみたいな。あドンいいですね、ドン。ラジオなのに、ドン柴田さんは？はい、私は、あの、毎週火曜日深夜1時から放送中の今時に出演しておりまして、うん、あの、ジャングルポケットさんやラブリさん、鹿沼ゆきさん、桜井由美さん、うん、鈴木優香さん、サーヤさん、早川まりえさん、あつしさん、そして私が出演しているんです。番組の途中ですが、地震の情報をお伝えします。午前0時35分ごろ、青森県で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を青森県の東通村で観測しています。震源は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ 70km、地震の規模を示すマグニチュードは 4.4 と推定されています。以上、地震の情報でした。順番にいつもの自己紹介をお願いします。うん、はい、いつも笑顔だマッキー。今日も笑顔だマッキー。あなたをハッピーにしたいチーム B の内山夏希です。よろしくお願いします。イエイイエイイエイ。全力素晴らしい。そしてはい、皆さんこんにちは、もっちーこと倉持あすかです。よろしくお願いします。あっとりしてる。お願いします。さあ、はーい、緑茶、麦茶、ウーロン茶、でもやっぱり、アキちゃん、高橋アキです。よろしくお願いしまーす。あ、アキちゃんの茶か、アキちゃん。はーい、年中無休の反抗期、みーちゃんこと、峯岸みなみです。よろしくお願いします。年中無休？はい、福井県から来ました、チョークレナ14歳です。超なまってるけど、私の名前覚えて。よろしくお願いします。内山さん、何ですか、はい、リハーサルの時の声のトーンが全然上がってるじゃないですか。上がりましたね。本気でやらせていただきました。ね、あ、本気でやらせていただいた。はい、リハーサルでもちょっと本気みたい。すいません。はい、いえ、いいですよ。あ、モッチーはあれ、はい、山根にスカートの中見られたから。なんてことしてるんですか。何それ。始球式の始球式の時にね、思いっきり見てやりましたよ。始球式でこう投げて、投げた瞬間の後ろでこうここにいたんですよ。あ、後ろにおって、それから写真撮られて新聞に載った。それは見せパン。あ、一応見せパンだと思うんですけども。どういう素材。素材だと思います。ラジオだと思います。はい、はい、よろしくお願いします。続いて SKE48 の選抜メンバーです。どうぞ。じゃあ自己紹介をお願いします。はい、春の香りであなたを誘っちゃいます。春田向こと二村遥です。よろしくお願いします。はい、今日は私に恋してみなるん。ありがとうございます。みなるんこと大場みなです。はい、ソーダアサリナ。おソーダ。埼玉県出身のソーダアサリナです。
私と素敵な笑顔の交換をしませんか？する。ありがとうございます。チーム K2 の古畑奈央です。すごいね、すごいすね。SKE の方が人気あるじゃないですか。おい、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。やばいね。何いや、そんなそんなことはないと。そんなことないですよ。この4人、この4人があの須田さんとあんま仲良くないと。そうなりますね。喋ったことないでしょ。仲良くない選抜。あの、そんなことないです。私男子のテーブルにばっかりおったよ、須田さんと。違います。あの、聞いてください。聞いてますよ。ちょっと言い分があります。何何。あの、私、あの、あんまりメンバーと食事に行かないって話をラジオの中でもしてたんですけど、唯一ご飯おごったことあるメンバーがいるんですよ。誰さあ、挙手して。はい。あ、いた、よかった。何その恩着せがましい言い方。なんなの、挙手してじゃないよ。さらっと言いなさいよ。そうだよ。そう、二村遥ちゃん、はい、すごいあげたくなさそうだったけど。何を、何をおごってもらったの。え、豚しゃぶ。そう。おお、はい、ちゃんとしてる。すごい美味しかったですよ。そうだ。楽しかった。楽しかったです。あんま楽しくなさそうだね。山根さん、そうやって聞くと。どんなこと喋ったんですか。え、お仕事について。おお、そう、真面目な話をしました。相談とかを。はい。自慢ばっかりされなかった。そあそこでさ、受けたんだよね、みたいな。一番嫌なやつね。爆笑話をされた。爆笑話。基本受けないんで、私、そんなに。あ、そうなの。はい。あ、滑るの。そもそもあんまり受けないから。そう。ちゃんと受けて。嫌だな、今日頑張ってくださいね。はい、頑張ります。頑張ろう。今日は AKB48 のメンバーと SKE48 のメンバーがグループのプライドをかけて戦います。はい、皆さん頑張ってください。ということで、以上のメンバーでお送りします。ちょっとちょっと、待って待って。あれ、僕は、僕は、え、おっと、忘れてる忘れてる。え、誰だ、どこだ、どこ、どこ、いや、わかるでしょ、この声。誰だ誰だ誰だ誰、わかんない。誰、わかんない。誰だ。クロちゃんです。わーわーわー。え、誰ですか。誰だ。いや、誰だじゃなくて、え、じゃあ、待って、あの、袖で待ってるから早く出してよ。いや、もう出んでもいいんじゃないですか。え、そうで、出ないパターンもあって、天の声パターンがあっていいんじゃない。いや、天の声いいですね。いや、だから、もっと AKB48 と SK48 と一緒にいたいから。うんうんうん。ちょっと、うん、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと。あ、出てきちゃった。ちょっとおかしいじゃんか、ちょっと。おかしくない、ちょっと。BGM か。いや、待って待って待って、なんで、なんでそんな、なんでそんな、いや、あーじゃなくて、あーじゃなくて、いや、あーじゃなくて、あー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 みたいにやらないで。おかしいじゃんか、ちょっと。ちょっとやっぱね、あの48グループ好きだから、そういう感じの挨拶覚えてきたんですよ、僕。自己紹介ね。あ、じゃあやってもいいですか。それはダメです。え、それはダメです。あるのか。今日はこのメンバーで盛り上がっていきましょう。じゃあ皆さん席についてください。やるの、あるのさ。じゃあ今どうぞ、移動中にやるぞ。お疲れ。俺たちごちゃまのうちに長島スパーランドからやってます。めっちゃ多いじゃん。ここ。じゃあ最初の対決に参りましょう。 AKB vs SKE 長島の対決。さあ、ここから長島選抜メンバーによる様々な対決です。AKB48 チーム、SKE48 チームがプライドをかけて戦っていただきます。はい、AKB48 チームのメンバーは北原理恵、内山夏樹、倉持飛鳥、高城亜希、峯岸みなみ、超クレなど6名です。はい、高橋みなみ総監督はメンバー兼アシスタントとして僕の横にいてもらいます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてですね、はい、SKE48 チームのメンバーは須田あかり、柴田綾、二村遥、はい、大場美奈、ソーダサリーナ、古畑奈央、以上の6人になります。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ以上のメンバーでやってもらいます。はい、最初の対決参ります。はい、AKB vs SKE あっぱれ一言対決。アタック長いです。AKB48 SK48 メンバーによるあっぱれな一言対決です。皆さんのセンスをフルに発揮してください。はい、ルールを説明いたします。 AKB48 SK48 両チームから選抜のメンバーを3人ずつ選んでください。1先方、2中堅、3大将の3人で1対1の対決をしていただきます。対決の時間はそれぞれ3分間です。
出題されたお題にあっぱれな一言でお答えください、うん、時間以内なら何度答えていただいても構いません。判定はクロちゃんとアンガールズ田中さん山根さんの3人でやっていただきます、はい、アンガールズのお二人は各チームの副キャプテンではありますが、ここは公平な判定をお願いいたします。あ、はいはいはい、3人が全員があっぱれの判定を出せば3ポイント、うん、全員があっぱれを上げなければポイントとなりません。0ポイント、はい、獲得したポイントがこの対決の得点となりますので皆さん頑張ってください。はい、頑張ります。2人上がっても3人じゃなかったら0ポイントね。そういうことですね、では両チームのキャプテン出場メンバーを発表してください。はい、じゃあダッキーから。はい、 AKB チームは先方が倉持さん、中堅が秋茶さんで、大将は峯岸みなみさんでお願いします。はい、いいですね。続いて SKE は、はい、先方が柴田彩さん、うん、中堅が古畑奈央さん、大将が大場美奈さんでいきまーす。出た、やりました。みんなある、須田履いてなかったな。本当選ばれなかったですね。きっといつか選ばれるんで。本当大丈夫、ね、全然選ばれない。大丈夫です。じゃあやっぱり一言対決、早速先方の対決から参りましょう。皆さん移動でーす。頑張ります。じゃあ AKB48 チームは倉持明日香、 SK48 は、はい、柴田彩さんの対決でーす。はーい、はい、今からお題を出題します。答えが出たら挙手してください。答えを発表したら、はい、3人の審判員の皆さんは即判定かどうかをお願いします。はい、3人があっぱれの札を上げれば3ポイントです。では第1問、こちら。AKB グループのおなじみの掛け声といえば、よっしゃ行くぞーですが、この言葉に代わる気合が入る掛け声を考えてください。なるほど。ではスタート。難しい。よっしゃ行くぞ、よっしゃ行くぞって誰が言うんですか、これ。よっしゃ行くぞっていうのはですね、はい、ファンの皆さんが、お客さんが、そうです、イントロだったり盛り上がるなと思った時に、うん、誰かが突発的によっしゃ行くぞって言うんです。おうおう、そうするとそれに対してミックスというですね、言葉の掛け声がありまして、うん、タイガーファイヤーサイバーみたいな、はい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 、団結で盛り上がるっていう。はい、来た。はい、柴田さん、これもう名古屋の方ならおなじみの大スターの人、名前をお借りして、お、あー、よっしゃ行ってみやち。あ、名古屋の、さあどうだ、ちょっと名古屋の大スターですよ。札は2本、はい、0ポイント。さあ次、頑張れ。はい、お、もっち、はい、行きます、はい、よっしゃ行くぞの掛け合い声の代わりはこちら。あー、生まれたぞ、バイ山根。 おめでとうございます。どうだ、あれ、本人、本人、本人、山根が上がらない、山根上げない、こういうこびたやつ嫌いなんだ。ええだな、いいじゃないですか、めでたい日やろ今日は。絶対上げると思ってる。はい、もう、はい、これはもうね、そこら辺にいるファンの皆さんの気持ちを、そこら辺、そこら辺にいる、代弁しました。そこら辺にいるとね。よっしゃ行くぞの代わり、どうぞ。あー、よっしゃ、パンツ見るぞー。いいじゃないですか、いいじゃないですからね。パンツ見るぞ。メンバー座り方削って、ちょっと。そういう気持ち。あ、3本上がりました。ちょっと分かったよ。そういうことか。ちょっとエッチなのが好きなのかな。そういうことですね。さすがやちゃん。エッチなのは絶対上げましたね、今ので。あ、もっち。はい、もっち。はい、いきます。よっしゃ、行くぞの代わり、どうぞ。あー、よし、行くぞ。住み慣れた我が家に、ちょっとエッチだから、花の香りを添えて、日本上がってます。今日本上がってますよ。サンボー、粘ったー、粘ったから粘り勝ち。合わせ技ありなんですか。合わせ技ありです。後ろの歌えばね、合わせ技ありですよ。はい、はい、柴田さん、合わせ技でですよね。うんうん、よっしゃの代わりはこちら。さっきのやつをもうちょっと皆さんの気持ちを代弁して、そこら辺のところにね。そうそう、そこら辺のね。あー、よっしゃ、なんなら中身も見るぞー。こらー、ギリギリアウトやぞ。いやいやいや、相手として怒ってますよ。3本上がりました。3本ダメでしょ、ちょっと。いや、別にアイドルらしからぬ答えですよ。ファンスの中身なんて言ってないです。もっち、はい、いきます。はい、倉持さん、どうぞ。よっしゃ行くぞの代わりはこちら。あー、よし行くぞ、ラジオもね、テレビもね、車も走ってね。ちょっと待って、ほら、こんな目は嫌だ。
あの2人やってないから、2人やってないから、やってないじゃん。ちょっとあの世代が、世代がちょっと、吉幾三さん知らない世代、知らない世代、知らない、知らない世代だね。やるなら、ね、知らないよね。とりあえずこうやっとけばいいじゃん。2人ただ唖然としましたから、ね、2人だけ。はい。はい、はい、柴さん、よっしゃいくぞの代わりはこちら。ファンの方の気持ちが分かりすぎちゃう。何、あー、よっしゃ元取るぞー。え元取るぞ。食べ放題に似てる感覚なのかな。ダメだな、やっぱ下ネタじゃないとダメなのか。いや、そういうわけじゃないんですよ。違います、いいね、違いますよ。下を欲しがってるみたいだよ。ダメじゃないですよ。はい、終了でーす。早い。どうだ、はい、先方勝負は AKB3 ポイント、SKE6 ポイント。やだあー、決戦の中継です、ね、さあ続きまして中継メンバーチェンジです。私だ、大丈夫かな、私あきちゃん心配、心配、あきちゃとなおちゃんです。なおちゃんです。お願いします。心配、頑張って、頑張ります。いいですか、はい、じゃあ次のお題はこちら、はい、嫌だとは思いますが、クロちゃんがメロメロになる言葉を一言かけてあげてください。え、そんな簡単メロメロにならないですよ、僕。本当ですか。何でしょう、会場には嘘つけ担当がいますね。いや、本当にあっちの方から聞こえる。あっちが角度早いな、クロちゃん。でもこれ嬉しい、メロメロにはならない。いや、嬉しいよ、そんなメロメロになるんだったらね。はい、できた。メロメロでした。早いね。じゃあ、アキちゃん、メロメロちゃんに言ってあげた方がいいんですかね。うん、そうですよ。そうね。じゃあ、行きます、うん。今日、頭洗ってあげるね。頭洗ってくれるの？2ポイント、0ポイントです。日本なので、いや、もう絶対こんなこと言わないもん。なんで？いや、違うじゃんか。アキちゃんそんな怖かったっけ？絶対言わない、恨んでるもん。なかなかいないよ、アキちゃんがそんな風に言えるとは。ですよね。いや、もっと違うところだったら嬉しかったけどね。あ、会場の1000人以上のお客さんが今引かれました。いや、はい。なおちゃん。なおちゃん。ですか？はい、じゃあ行きます。うん、クロちゃんの心、私の手でシロちゃんにしたいな。ね、色違い真逆。嬉しそう。いや、2本0ポイント。だって僕別に心の中白だもん、ずっと綺麗だもん、クリーンだもん。案外厳しいですね。本当本当。真っ黒ですね。負けるのありですか。助けてもらいますよ。はい。はい、アキちゃん。アキちゃん。あなたはクロちゃん、私はシロちゃん。ねえ、灰色になろう。アンガルズ2本上がりました。クロちゃんは上がらない。ゼロポイント。あ、クロちゃん、いやもうほんと知らない。アキちゃん切れてますね。アキちゃん言わないよ、そんなこと。相当いいよこれ。ごめんごめん、アキちゃんごめんね。いや、もう私手あげない。いや、あげて俺もあげるから。ゲームには参加してください。よかったね。はい、ナオさん。はい、いきます。せーの、今夜私とはわわわ。あーわわわ。あれ、3ポイント。いや、何それ。なんでだ。あの、いろんなことを想像させてくれればいいですね、妄想が。あ、そうなの。わわわが良かったの。わわわ良かったですね。やだ。やだって。いや、やだやだ。ちょっと待って、あげたらもう OK みたいなのおかしいでしょ。恥ずかしい。言ったなおちゃんがやだと。いや、あきちゃんもう言わないんですかね。心折れたんですよ、私。心折れた。折れた。なかなか言わないのに。助け船が。出てますよ。ちょうだい、あきちゃん。あきちゃんいいのちょうだい。ね、メンバーがちょっと助言をしてますよ。ニヤニヤしてますね。はい、あきちゃん。クロちゃん、はい、寂しいからって他の女の子呼ぶなら私のこと呼んで。まあ、これはね、アンガルズ上がりました。あとクロちゃん、え、待って、呼んでってどういうことなの。呼んでって、まあ、上がらない。呼んでっていいじゃん。上がらないんだ。補足としては呼んでの意味が分かる。お家に呼んでって。クロちゃんがですね、いいこと言いますね。今日車の朝の車の中で、はい、ちょっといつも電話で女の子を呼んでるみたいな話をしてたっていうの情報が入りましたので、峯岸情報。違う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 。ハンディシナックルズにそんな情報が入ってますよ。違いますよ。それはあの言ったらね、デート、なんかあのピザ屋よりも呼んでるっていう風に言ってたって、ね、そうね。ちょっと待って。
いやいや、本当にチンチンチンじゃないよ、本当に何のチンチンチンだよ、これ移動のバスで話したことがもう使われております。宇宙犬チーム AKB0 ポイント、 SKE3 ポイント。AKB チームまずいですよ、ちょっと負けてますよ。惜しいなぁ。では大将戦、峯岸みなみさんと大将大場みなさん、さあさあどうなんでしょうか。どうだどうだ。さあお題はこちらです。フリースタイル、フリースタイル、フリースタイル、フリースタイル。あれまだ峯岸が、あれもう一回、何どうした、何ですか、重大発表でもあんの、あんの、ここで、私峯岸みなみはここで、AKB48 を、卒業しません。小島春菜やないか。何これ何これ、分からんの、何これですね。これお題はお題、お題はさあお題こちらです。来ました、アンガールズ田中さんにきついダメ出しをお願いします。ダメ出し、ダメ出し、趣旨変わりましたよ。これはどういうこと、きつくですよ、きつく言ってやってください。まあきついほどいいっていうこと、きついほどいいですよ、まあ、気持ちが折れたほどいいですよ、はい、あんまり怖い、はい、みーちゃん、え早い、これはもうあった、早いな、いやいや、そんなに思いつかないでしょ。あった、思いついた、いや、すごい悩んだんですけど。悩んでないじゃん。お前いいよ、はい、みーちゃんお願いします。気持ち悪い。あまあまあまあ、どうだどうだ、今でも日本上がってるぞ。どうだどうだどうだ、オッケー、気持ち悪いからね、俺。正解、正解、正解出ましたね、正解。はい、みなるん、はい、お、いきます。よだれ拭け。日本上がっております。どうだ、正解、正解、正解ってなんだ、正解、正解、外れがあるってことなんですかね、これは。激しい戦いになりそうだな。はい、みーちゃん、髪薄い。あっぱれ、あっぱれ、これどうだ、正解、カポーン、正解って何、正解、傷ついたのね、正解、傷ついた、これはきついね、はい、はい、はい、お、はい、おばさん、笑うな、キモい。どうだどうだ、正解、あっぱれ、あっぱれ、カポーン、激戦ですね、かからなくてもいいですよ、口頭でいいですよ、はい、はい、みーちゃん、彼女いたことある。あっぱれ、あっぱれ、正解、あっぱれ、3ポイント、正解、誰が言ってるかって耳打ちしてるやつ見た方がいいですよ。後ろある、ある、なんかある、か言いたいこと、なんかある、後ろ、はい、みなるん、どうぞ。私より体重軽いのか。あっぱれ、あっぱれ、これどうだ、正解、はい、じゃあ、ね、いいですか、うちも軽いのかって、偉そう、2連発出ましたよ、至近距離近い、至近距離近い、正解、乾杯、近さがね、至近距離近 い、 い、 いその2枚一気にとかいいですよ、どんどん行かないと勝てないから、確かにそれ取り放題だわ。はい、ミナルン、どうぞ。え、これは個人的にソーダサリナが、うん、駅の改札であったら、逃げられたらしいです、はい、あの渋谷駅で目があって、あ、田中さんだと思ったらシューって走って電車の方行っちゃいました。うん、ほほどうだどうだどうだ、あっぱれ、あっぱれ、これはダメこれはダメダメだった。そうだね、あっぱれな一言だからね、一言で長いエピソードトークじゃないから、うん、ダメなんだ、田中は基本逃げますよ。あ、そうなんですね、人間が怖いから常に逃げて生きてるから。さあどうでしょうか、1回戦これ、結構入ってました。大将戦は AKB15 ポイント、 SKE18 ポイント、あ、やったー、惜しい、いい戦い、いい戦い、合計 AKB が18ポイント、 SKE27 ポイント、わお、強いな、がリードですね。じゃあ次です。AKB、SKE 答えてあっぱれ。
このコーナーは MBS ラジオのリスナーから届いた質問をもとに AKB、SKE のメンバーに普段聞けないいろんな裏話を聞いていくコーナーです、はい、皆さんにはどんな質問にもあっぱれな回答をしていただきます、うん、リスナーの皆さんからいただいた質問に答えてもらいつつ、トータライザーボタンがありますのでボタンを押してもらう質問もあるかもしれません。いはい、じゃあトータライザーの一応テストをやってみようと思います。はい、クロちゃんとアンガールズの田中、気持ち悪いのはクロちゃんだと思う。スイッチオン。何だろうな。まあ今までのね状況を見れば、ね、出るんじゃないかな。お犯人。え、ちょっと待ってよ、それが気持ち悪いことになってんだ。クロちゃんは気持ち悪いと思ってます。早く犯人気持ち悪いわけねえだろ。ねえだろってどういうことですか。こんなクソ人間とよ、クソな犯人。いや負けてるじゃん、負けてるじゃん、負けてるじゃん。おめえは鼻クソなんだよ。メクソと鼻クソの対決が今勃発です。鼻クソだよ、メクソの方がいいもん。俺がメクソだよ。僕らがメクソだわ。俺のメクソの方がいいわ。メクソの取り合いをしております。お前鼻でだから。お前鼻くそだ。やだ鼻うんこ。じゃあどっちが今日メクソか勝負だよ。どういうこと。どうやって勝負する。どっちがメクソか勝負だよ。誰だよ、押してないの。本当に立てよ。じゃあ田中の方がメクソである。スイッチオン。メクソ。俺がメクソ。田中の方がメクソである。スイッチオン。6人、全部で13人。おい誰だよ。13人いるので、おいクロちゃんの方がメクソになります。やったメクソ。俺がメクソだっつーの。田中鼻クソに決定です。おめでとうございま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 す。鼻クソさん昇格、昇格ですか。これは昇格ですね。昇格ですかね。昇格だよ俺。降格、昇格。降格です。降格ですか。でも、まあいいや。じゃあ次です。名古屋市のペンネームごちそうさん。今日は AKB と SKE のメンバーが集まっているということでお聞きしたいことがあります。メンバーの皆さんは AKB と SKE 兼任されたり移籍されたり、また他の仕事で、一緒になったりすることもあると思います。そんな時相手グループのことでここはうちと違うなと思ったり感じたりしたことはありますか。どうでしょう。これはあるという方挙手でお願いします。挙手。 ありますよ。なんか AKB48 さん、うん、みんないい匂いする、うん、それわかる。嘘、本当にいい匂い。なんか女いい匂いがする。女って感じ。なんて言ったらいいんだろう。そうなんですよ。 SKE はね、ちょっと衣装があんま少ない分、ふけ臭い。ちょっとなんかちょっとふけ臭いの。ふけ臭い、まあ、いろんな人が着てる分、うん、臭いんですけど。臭いみたい。 AKB さんは本当にいい匂いがする、みんな。確かに高見菜もいい匂いしてんのよ。お気づきになられました。気づいた気づいた。もういい匂い。私あの匂い総選挙1位なんで。匂い総選挙。匂い総選挙。あ、そうなの。ちょっと待ってよ。何高見菜匂い総選挙のセンターなの。そうです、匂いセンターです。みんな AKB みんないい匂いすんの。本当にちょっとチェックするってもらえない。これはね、これはね、全員が動き出した。なんでチェックするのか。情報として伝えなきゃいけないです。じゃあ後ろクロちゃんが、クロちゃんが匂い嗅いでるから。そっちもダメだよ。いいだけだ。頑張って鼻くそいけ。鼻くそ。鼻くそ取った。何これ何これ、何これ。鼻くそ取ったよ。じゃあトータライザー持ってください。何これ。田中に匂いを嗅がれてもいいという方はスイッチオン。おいやいや、どうだこれは。ゼロ。じゃあどうする。いやラジオの向こうにファンが待ってんのに俺伝えられないの。ショック。ちゃんと伝えてあげたいのに。伝えてあげたいの。伝えてあげたいの。匂いよ。うん、いや、じゃあ、そういう使命感、ね。それがうまいかどうかが分からへんから、多分 AKB の人らも、うん、SKE もちょっと嫌なんじゃない。クロちゃんの匂い嗅いでみて、伝えてあげて。うん、あ、まずね。一旦クロちゃんの匂いを嗅いで、ちゃんと伝えられるかっていうね。まあ、確かに、それによっては変わりますね。AKB グループと遊びたいのにさ、手あげた。脇脇かね。逆臭くないもん。男の汗は香水。いや、何の匂い。落ち葉の匂いが。誰が落ち葉だよ。もう秋。夏越えて秋。落ち葉の匂い。秋が来てますよ。脇の先取り、先取り。あ、いい匂いがすんねや。AKB 側からしたらどうなんですか、SKE は。うん、
何が違うかな、なんか あまり興味ない感じですね。いや、なんか劇場に立ったりはするの、ディスり合いたかったんですけど、褒めてくれちゃったもんだから。いや、いいよ、でもいいよ、もうそっからもう蹴らしちゃったらいいね。ダメ出しとかさ、ふっかけられたらこっちも頑張ります。はい、はい、すごい、すごい、じゃあ、北原さん。あ、いい、あ、はい、まあ、ふっかけ切れるかわかんないんですけど、なんか先輩後輩関係が割と厳しい、うん、イメージある。 AKB よりすごいはっきりしてて、うん、さっきも見ててちょっと須田が先輩だったら嫌だなみたいな。確かに私も思った。怖いからね、須田先輩だったら嫌だもん。嫌だ、後輩と食事に行かないらしいですから。まあその件に関しては回答は控えさせていただく、うん、なんでなんで厳しそうだね、それはそうだね。はい、すいませんおかしいなじゃあやっぱりその SKE の方が入るんやったらちょっと嫌だなって感じ。うん、こ、怖いかな、遺跡とかやった。怖くない、怒られるの。どうなんだ、後輩のさ、ソーダちゃんとかハルタムとかはなんかちょっと怖いなとか思ったりしたことは。先輩はね、でも私あかりさんすごい優しくしてもらってる。まあ、それで笑ってるの言えないよね。そりゃ、ね、そう言うよね。嘘っぽく聞こえるから。嘘っぽく言うじゃね。いや、本当に本当に須田あかりが怖いという方、スイッチオン。おお、大丈夫よ、バレないから。効果ないから、バレないよ。バレないよ。1位。リアルだ、見ました、リアル数字見ました、リアルだね。リアルに1 この少人数で1人も誰誰5分の1だからね。やばい、みんな須田さん誰誰ってやめてください。そういうとこ後でゆっくり話したいと思います。怖いよそこ、そういうとこ怖いね怖いね。じゃあ次は妖怪タイムにしますか。妖怪タイム、妖怪タイム、クロちゃん、アンガールズのお二人もいろいろ聞きたいことがあるそうなんで、嫌、うん、だと思いますが、答えてあげてください。その二人の妖怪か。二人の質問は妖怪。遠くのクロちゃんから。遠くのクロちゃんから、はい。ほんと遠くなんですよね。いきます。うん、僕は、安田大サーカスという、こじんまりとしたグループに所属しているんですが、そのグループリーダーの団長安田がめっちゃ怖いです。うん、皆さんは総監督の高見菜さんがいるじゃないですか。はいはいはい。高見菜さん怖くないですか。正直そう、なるほど、はい、やっぱリーダーとかって怖いなと思うんですよ。じゃあ高見菜以外で10人に聞きます。高見菜が怖いという方スイッチオン。ドキドキ、いるかな。1、1分の1です。これもリアルやな。誰だ、怖いんだね、誰だ、怖いんだよ。これでも私なんとなく予想つくんですよね。え、押したやつが、うん、誰だと思う、誰。いや多分、うん、まだ関係性が築けてないチョウちゃんだと思ってる。いや、違います、違います、はずれ。もう監督見る目がございません。違うの監督。違いました。ちゃんと目を呼び込む。たとえそうであったとしても言わないと思います。一人ずつ誰や。でも犯人探しやめてください。誰や、誰や、言ってこれをきっかけに仲良く、うん、そうよそうよ、うん、教えて誰、言えるでしょ。皆さん怖くない、高見菜は。あ、私押しました。あんたかーい。いや、押した、須田紗理奈が押しました。なんかすごい優しいの分かってるんですけど、うんうんうん、あの一見最初に見た時に話したことないんで、うん、なんかもうすごい存在、もう総監督っていう、もうふわーみたいな、ふわー、あ、上の雲の上の人だと、もうそういう神様みたいな存在に感じてる。いやいやいや、神様怖くないけどね。そう、一見ね怖く見られるんですよね、どうしてもね。そうね、怒ってるイメージがね。うん、高見菜にご飯を奢ってもらったことがあるという方スイッチオン。どうだろう、12分の6、半分、おすごい、半分はある。確かに6人は、ね、うん、6人、高見菜さんから数えてみて、私が奢ったのは6人ですか。1、2、3、4、あれ、5人、1人見つかってない。5人目がいない。誰だろう、あれ、高見菜が忘れたのは5人。あれ、1人見つかってない。誰だ、態度が忘れてる。誰か1人、あれ、誰と飯行ったっけ。妄想の可能性ありますかね、誰か1人。誰妄想の可能性、誰とご飯行ったっけ。おごられてないのにおごったと思ってる人がいるのかね。いっぱいで行ったっていうのもあるね。
たくさんで高見の一人ずつ行ってけば、まずはみーちゃんは行ってるじゃない、ちょっと同期なんですけど、おごってもらってます。そうなんですよ。あ、同期なの。同期なんですけど、全くお財布を出すあの動きが見えない。あ、はい、あ、そうなの。確実に私よりもらってるんで。やめろ。言うてる。やめろ。やめろ。もっちもあるけど、私おごったっけ。なんかジュースとか、うん、あー、ジュースもね。ただこの間ご飯行った時は割り勘でした。そうです。でも年上なんですよ、うん、後輩なんですけど年上なので、うん、まあ総監督より低いですけども、うん、やめてもらっていいですけど、まあそこはねちょっとちょこちょこジュースとか買ってくれるよね。そう、ジュースとかよく買ってくれたりするので。確かに、はい、飽きちゃおう。そうです、この前割り勘でしたけど、うん、なんか引きずられてるじゃん。どうして持ってるね。引きずるじゃん。持ってない。持ちますよ。まあね、ジュースとか、まあ昔すごいあのよくしてもらってて、昔はそれよくね。今はどうなってるの。大人になったのかな。ちょっとね。で、キタリエもあ、ね、はい、まあ最近は男気じゃんけんなんですけど、それもおごってます。最近男気じゃんけん流行ってます。何あ、じゃんけんで誰が出すか決めんの。そうです、やっぱどんどん仲良くなればなるほど、うん、なんか私がずっと払うのもなんか良くないんじゃないかなって思ってきて、うん、あ、そうだね。じゃあイーブンで男気じゃんけん行こうぜっていう、勝った人が払う方式になってますね。はい、そうだね。でも大体勝ってますんで、大体払ってます。大体勝つんですよね。じゃんけん大会弱いのにそういう時だけ勝つんですよね。そう、あとダースもあるね、はい、ラーメン、うん、ラーメンそうだ。なんであのおごってもうたものをみんな言うの。ラーメンとかジュースとか。あと誰、そうそう、あと誰。はい、私はしました。私、なおちゃんあの大人数で行った時に高見野さんが払っておいてくれてたんです。大人数、すごい。何何人の大人数。結構チーム A の若いメンバー、うん、若いっていうか8面のメンバー、はいはい、10人ぐらいってこととかと行った時に、ね、高見野さんが今払っとくから、すごい、かっこいいね。そうか、いいよ、払っとくからって言うけど。低い、ね、あ、なるほどなるほど。同い年とは思えない。ねえ、須田さん一人をおごったっていうのをずっと言うんやもんね。一生言う、一生言う。これから増えるように頑張ります。ちょっとじゃあ今度サイナちゃんご飯行こう。ご飯行きましょう。どんどんちょっと行ってないメンバーとじゃあ距離を縮めよう。やったー、ありがとうございます。いやいやいや、ちょっとあいつちょっとまだ行ってない。その時はごちそうさまですよ、本当に。それ男気じゃんけんっていうのはなでしこじゃんけんとかじゃないんだよ。そう、男気です。男気ないな、はい。なるほど。じゃあ妖怪クエスチョンもう一つ、田中さんいきますか。はい、僕はまだ結婚していません。うん、結婚してくれとは恐れ多くて言えません。言わないで。ただそれ、そうじゃね、一度でもいいので、うん、田中さん日記を読んでるんですか。朗読。一度でもいいから、お、僕と一緒に食事に行ってもいいという人、スイッチを押していただけませんでしょうか。うん、二人っきりですか。二人っきり、二人っきり、そうだ、二人っきり。マネージャー込みでもいいです。二人っきりです。ま、マネージャーさん二人っきり。三、三、誰誰誰。めっちゃ行こうとしてるじゃない。トータライザーやから。誰誰は、もう行こうよ。誰誰は、行こうよ、もうそれは。だってこれは別に本当にね、わ、悪いことじゃないし。悪いことじゃない。気になる。いやいや、それはあるよ。何でもおごってあげるから。誰、なんで気持ちが分けたい。3を大事にしたい。あ、そっか、はい、どうしますか。ナッキーはね、ナッキーダメだよ。どうしたの。どうしたの。小学生の頃好きでパパを。字がない時でしょ、まだ大丈夫。ずっと田中さんのこと好きだったからパパと2人で。あ、お父さんと。お父さんパパと2人で家族連れでね。ナッキーのお父さん何歳。いや、50歳ぐらい。どうする。分かんない、40いくつか分かんない。40代の人をおごりますか、田中さん。ナッキーとご飯食べるなら、お父さんにもおごってあげないと。お父さんにおごる。僕ここ出しますよって。いや僕が失礼じゃないですか。お父さん僕が出しておきます。金はあるんですよって。金はあるんで。印象悪いでしょ。いやでもその後結婚とかもね、お話もできちゃうから一気に。じゃあ田中さんと食事の後結婚してもいいという方スイッチオン。ああ、それはいいよ。もう食事のその楽しさに関してはってことですよ。3、3、誤作動してるんじゃないですか。誤作動してるよ、これ。
押してないかい押してないって言ってる。誰押してない。押してないってことは一人減って一人増えてんねやん。全員が潔白を出してます。持ってない、私持ってない。急に機械が故障するわけないでしょ。絶対故障だ。故障だな、これ。壊れてるよ、これ絶対。誤作動。もう一回やりましょう。もう一回やろうじゃん。ちゃんと、とりあえず持てよ。ちゃんと握ってくださいよ。ちょっと持てよ。お、キムタク。キムタクですか。キムタク持てよ。キムタク持てよ。ちょっと持てよ。あ、木村拓庵さん。拓庵さん。拓庵じゃない。漬物になってた。早く持ったかな、みんな持ってます。はい、じゃあ質問お願いします。ほら、ちゃんとみんな持ってるから。どうぞ、質問どうぞ。じゃあ、僕と結婚していいよという方、スイッチオン。声が探せ。あれみんなショートライト持ってないけど、どうだ、ゼロ。いや、おかしいだろ。さっき押したやつどこ行ったんだよ。全員がもう俺はどこ行った、どんな、どうやったら増えるかな。妖怪、妖怪。あのタイミングに押してた人誰ですかってスタッフさんに聞くからな、俺は。怖えよ、俺はそういう男。怖いよ、俺はそういう男だ。怖えよ。探し当ててみせるから。今日の夜お前の家のピンポン押すからな。怖いよ。夜中にピンポンピンポンって鳴ったら俺だぞ。でも玄関開けてもいないんだよ、もう窓から入ってるから。怖い。以上、答えて質問のコーナーでした。あっぱれ俺たちごちゃ祭り長島スパーランドからやってます。ハワイジャンガジャンガ対決。イエーイ。ここからは AKB vs SKE 対決の後半戦です。第3回戦はかわいいジャンガジャンガ対決。ジャンガジャンガでお気づきなようにアンガールズのあのジャンガジャンガです。お、はい、第3回戦はこのジャンガジャンガで戦っていただきます。はい、SKE もジャンガジャンガをやってもらって、AKB もジャンガ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 、そうですね。ショートコントでご存知のジャンガジャンガをね。じゃあ改めましてルールをね、説明させていただきます。はいはい、はい、AKB、SKE の各チーム、アンガールズさんのジャンガジャンガを盛り込んだショートコントを作りました。どっちのチームのジャンガジャンガコントが可愛くて面白かったかをお客さんの拍手で判定していただきます。面白さも大切ですが、ジャンガジャンガの可愛さも判定材料にしてください。勝ったチームには20ポイントが与えられます。逆転できるぞ。逆転できちゃうじゃん。逆転できる、勝てる。15ポイントだから、まだいける。さあ皆さん、ジャンガジャンガをお忘れかもしれません。ここでアンガールズによるジャンガジャンガを忘れるんじゃないよ。1本だけいいですか。え、1本だけいいですか。1本だけ、はい、1本だけいいですか。ジャガジャガやるんすか。おお、やったー。本物だ。入れるか。本物や。伝説のジャガ、入れる。伝説のジャガ、後ろから見るジャガジャガなかなかないですよ。はい、じゃあお願いします。ショートコント、テーブルクロスグダグダ引き抜き。え、お前テーブルクロス引き抜きできるの。お、そうなんだ。いや、こんなお皿とかコップとかあるの大丈夫。お前大丈夫大丈夫、見といて見といて。いくよ、3、2、1。はい、ジャンガ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 。これです、これがジャンガ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 。これをやってもらうんですか。はい、 AKB48、 SK48 のメンバーにこのジャンガジャンガショートコントをやってもらいます。どっちからやりましょうか。じゃあ副キャプテン、じゃんけんでお願いします。お願いします、田中さん。よし、どっちか。よろしくお願いします。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、おお、強い。田中の勝ちです。様子見る、とりあえず様子見る。さっきまでキャー言うてたけど、様子見るか。様子見る、仲良く喋ってる。今ジャンガジャンガチャンスだったよね。チャンス、様子見る。様子見る。いいよいいよいいよ、それ後で撮っといて。ここで、すいません、先輩だろ。ちょっと来れた、ちょっとこういったら行ったから、すいません。じゃあここで、ここ、じゃあ先行で、はい、SKE チームの先行です。はい。じゃあ誰が行きますか。大場、古畑、柴田が行きます。おっとおっと。
はい、いきます。ショートコント差し入れ。ちょっと誰私の差し入れ食べたの。ちょっと誰か私の差し入れ食べたでしょ。ねえ、ちょっと誰か私の差し入れ食べたでしょ。え、食べたの、そっちじゃん。あれ、はい、じゃんが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 じゃん。最後揃ってない。音程が揃ってないね、まずは。次、はい、ショートコントよく見る夢。あのさ、私よく見る夢があるんだよね。どんな夢ですか？なんか握手会してる夢。わかる、ある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 。私は振り付けも立ち位置も覚えてないのにステージに立たされる夢。あるある。私はソロの歌詞を忘れちゃう夢。あるあるだ、わかる、やっぱあるあるだ。あるよ。そうだね。須田先輩、よく見る夢ってありますか？うん、大金持ちになる夢。ああ、はい。じゃんが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 じゃん。次。じゃんがじゃんがじゃんがじゃじゃんだからね。あ、じゃじゃん。おまけじゃんがじゃんがじゃんみたいな言ってるけど。じゃじゃんがじゃじゃん。じゃじゃんだから。細かいな。おお。ショートコント SKE と AKB の違い。須田先輩、須田先輩って AKB の選抜のメンバーの方たちと一緒にお仕事したことあるんですよね。あるよ。あの SKE と AKB の違いってあるんですか？あるよ。え、それってどんなことですか？一番すごいと思ったのが、すごいのが、AKB の選抜メンバーは、AKB の選抜メンバーは、全員、下着の上下が揃ってるの。はい。じゃんが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 じゃん。以上ですか？以上です。以上です。ありがとうございました。ジャンガジャンガできてますか、これは？ジャンガジャンガ、まあできてたんじゃないですか、なんとなくは。すごい、あの妥協してくださってる感じ。ジャンガジャンガができてたというより、内容がちょっとよく分かんなかったですよね。そうですか？ねえ、差し入れのやつはどうなってたんやろ？差し入れのやつは、あれは全員が全員のを食べちゃってたってこと？設定です。はい。あ、みんながみんなのを食べちゃったってこと？そういうことね。考え落ちみたいなことだ。まあそういうことだったんですね。手応えありましたか、須田さん？はい、個人的には下着の話を自分たちからするのがすごい恥ずかしかったです。あ、最後のやつね。はい、最後の。はい。下着を上下揃ってるの。ってことは、SKE は全員上下が揃ってない。あー、なんでもないです。上下バラバラなの。っていうことになりますよね。そうです。わかんないんですけど。わかんないな。下着なんかつけないもんね。それはそれでいいか。それはちょっと。じゃあ次、高校。AKB48 です。AKB。できて。細かい演技とかちゃんとやってよ。はい。任せてください。そういうので、一個笑いが増えたりするから。あ、はい。厳しい。厳しいな。総監督でも何でもないのに。それで行きましょう。一つ目。ショートコント。ロケバス。あー、着いたー。先輩、先どうぞ。いいよ、なき先降りね。いやいや、先輩が先どうぞ。いいよ、なき先降りて。いやいや、先輩が先ね。ねえ、ちょっと、何バタバタしてんの、早く降りて。あ、はい。はい、あ、先輩先どうぞ。いいよ、なき先降りね。あ、はい。じゃんが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 やってんの？手を違うのは一回だ。そうなんだ。一回ジャンガ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 三回やってどうって羽ばたいたらダメなの？すごい好きだったんだよね。全然好きじゃないじゃん。田中さんがあーってなっちゃうやつが好きだったんです。いやいや、今もあーってなってたじゃん。よかったね。同じタイプのやつやってる。同じタイプのやつ。あのショートコントですよ。ショートコントでぶつかるのも、もうぶつかるの怖がっちゃってちょっとゆっくりになっちゃってるから。あいつなんでダメだ。あれガッといかないと。めっちゃあれガッといかないと。本当になってて、ジャンガジャンガだから。このダメ出し長いですね。長いですね。長いね。すげえ。よかったね。ショートコント高みなあるある。みんなおはよう。あすか、あすか、あすか大丈夫か？大丈夫です。
落ちた、落ちた、落ちた。大丈夫か、大丈夫か。大丈夫です。みーちゃん、みーちゃん、みーちゃん、どうした、大丈夫か。大丈夫。お前ら無理すんなよ。努力は必ず報われるからな。お腹空いてただけなのに。はい。じゃんが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 じゃんやりすぎたら、いや、それはさすがないだろうって見たと思っちゃうから、だから、ある程度、もう予想つく範囲でいいのよ、どうだろう。田中さんが4人目だったらどうしたんですか。田中さんが4人目だったらどうしたんですか。4人目だったらこう、こうやってやってるだけだよ。あーはーじゃない。本当にガシガシ。戻ってください。やりすぎなのよ。勝負ですよ。じゃあ最後の見てください。次、自信作、自信作。自信作。最後、自信作。最後、自信作です。それで行きましょう。ショートコント。高みなあるあるパート2。高みなやります。高みなやります。本物の高みなです。普通の高みな。東京ラブライブ行くぞー。切れちゃう時の高みな。おい、そこ何喋ってんだよ。喋んならカフェ行けよ。帰れよ。マネージャーさんにはちょっと甘えちゃう高みな。買い物行くけど高みななんかいる。おいらコーラ。はい。ジャガ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 あのマネージャーさんにだけはすごい甘えた声で、結構甘えるんですよ。いや全然そんな感じしてないんですよ。自分的にはああ私コーラだよみたいな。いや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 。後輩とかに夢は必ず報われる。いや後輩とかにはなんかうんもう頑張れよ大丈夫だからな。おいらコーラ。急に急に変わるの？急に変わるね。対応に困るね、それね。そうなんです。変わってないつもりよ。クールよ、私。いやいや、全然。おいら、チーズバーガーがいい。おいらチーズバーガー。私とかでもないねや。一人頼むのがちょっと照れくさいんですよね。おいらっていうね。おねだりが苦手で、なんか照れ隠しでそうなっちゃうみたいなんですよね。ああ、そうなんや。お願い事が下手な。下手です。お願い事下手だって、田中さん。じゃあ判定でーす。何もしてきてない。 SKE チームの方が良かったという方拍手。お、なるほど、右半分か。 OK。 じゃあ AKB チームの方が良かったという方拍手。あー、おー、やったー。ということで AKB チームの勝ち。すごい。今の決まったね。なんか決まりましたね。綺麗です。よかったよかった。現在43ポイントが AKB チーム、SKE が38ポイント、AKB が5ポイントリードでーす。逆転。逆転。では最後のチャンスです。AKB SKE ミュージッククイズ。最後の戦いは AKB、SKE の音楽に関するクイズです。メンバーの皆さんは当然答えることができると思います。プライドをかけて頑張ってください。うちわはみんなに回りましたか？はい。答えが上がった方は配っています。うちわをあげてください。誰が一番早くあげたかの判定は、クロちゃんがやってくれます。はい。クロちゃんに分かりやすいようにパッとあげてあげてください。はい。AKB、SKE の音楽に関する問題が出題されます。分かった方は素早く手持ちのうちわをあげてください。最初は音楽を聴いて、クイズに答えていただきます。正解したら10ポイント。お手つきはないのでバンバン答えてください。はい、はい。では10ポイントの問題から、ここで1曲お聴きください。どうぞ。好きすぎたい。はい、結構みんな早い。はい、ちょっと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 、はい、問題です。ここから問題。この曲でダブルセンターを務めているのは渡辺真由と、あー、どう
いや、いや、わかるよ。アキちゃん近いから、アキちゃん。いや、じゃあ、アキちゃん。近いから宮脇さくらちゃん。宮脇さくらですが、このミュージックビデオの中で AKB グループのメンバーがバトンとして繋いでいるのは、あれ、でもなんだろう、キタリエなんかちょっとポーズ決めてるよね。うん、じゃあキタリエ。はい、マイク。マイクというのはおなじみですが、このミュージックビデオに登場した AKB 卒業メンバーは、前田敦子、大島優子、うん、篠田麻里子、あと一人は誰？はい、あやちゃん。板野友美さん。ああ、そういう感じですか。やられたそういうことか。そういう感じか。ではここで1曲お聴きください。2問目。ワンツースリーフォーよろしく。では問題です。この曲でダブルセンターを務めているのは松井樹里奈と、正解、うん、AKB 分からないですけど、サリー、松井玲奈さん。松井玲奈ですが、はい、この曲の中のセリフに出てきている子供の遊びは、はい、子供の遊び、はい、兄ちゃん大縄跳びですが、三大告白デイと言っているのは、誕生日、クリスマスと、あと一つは、あなき、バレンタイン。おい、ですが、ですがだよ、バレンタインデーは何月何日？違う、もっち、2月14日。よっしゃー、ギリギリバレー。すごいね。これすごいな。黒ちゃんどうですか？いや、すごいですね。圧がすごいですね。なかなかないでしょ。その、お客さんとしてその位置に行けるのはなかなかないです。ないですね、本当に。どんだけお金払わないといけないのかなと思いますね。35万円いただきます。いやー、ちょっと無理したら払える額。あ、じゃあいただきましょう。はい、いやいや、払いませんよ。第3問、ここで1曲お聴きください。傷つくと、はい。ファーストラビット。では問題です。不正解です。不正解です。この曲のタイトルにもなっているラビットを日本語で言うと、あ、ラビット、いや、なんで、あ、え、田中、ごめん、あ、上がっちゃった。田中、うさぎ。参加するんだ。うさぎですが、うさぎの体で長い部分といえば、え、もっと、あ、山根。耳。耳ですが、山根。首が長い動物といえば、はい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 。ありがとう。キリン。キリンですが、鼻が長い動物は。ゾウ。ゾウを英語で言うと何？近い近い近い。行け行け。ちょっと待って、ちょっと待って。一人行ってない子いるよ。一人行ってない子いるよ。探して、一人行ってない子いるよ。一人行ってない。今入った。誰が行ってない。今入ったよ。今入ったよ。誰が入った？クレニャン。ゾウを英語で言うと。そう、英語で言うと、なんだろう、いいよ、ゆっくり考えよ、思ったの思ったの、ゆっくりゆっくり、このチャンス逃さないでよ。絶対答えてよ。みんなが聞いてるよ、賢いかどうかを聞いてるよ。パオン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 、どうだ。パオンじゃないでしょ。ゾウを英語で言うと、ハルタム、エレファント。パオン、ふざけんじゃねえぞ、マジでよ。いやいやいや、勝負かかってんだぞ、もう後半戦でよ。鬼コーキー、こんなとこでミスするだけ。クレニャン、パオンは英語じゃないよ。しょうがない、ね、カタカナっぽいけど英語じゃないよ。第4問、 AKB の楽曲にまつわるクイズ、最後の問題です。まずこの曲を聴いてください。1,2,3,4。 では問題です。この曲のタイトルは、はい、何、はい、なおちゃん、ヘビーローテーション。正解。これはやばいわ。いやいや、やってるわ。正解でございます。何回歌ってんだよ、お前。だって、何回歌ってんだよ。だって、4回ぐらい泳がされる
のがもう誰か適当に答えてくれと思ってたよ。慣れたらダメですよ。油断してた。皆さん笑っちゃったね。ラストの戦いはこちら、一発逆転イントロ当てクイズ。ここだ。ここですよ、うん、正解ごとにポイントが加算されます。一気に逆転のチャンスもあります。皆さん頑張ってください。おでは10ポイントの問題から AKB イントロドン。はいよし、はい、はい、どうだ黒田、はい、どうだ。早かったよ AKB。 早かったよ AKB。 早かった。言ったけど誰が早かったかよく分かる。もっとアピールしてもらわないと。早かったこの人。いやすごい、全然来ない、全然来ない。さっきよりも、さっきよりも、はい、仰ぐという効果が入りました。分かる。なんか投げキスしてくれてる。なんで、何、えナッキー、じゃあナッキーやったー、十年桜。イエーイ、やったーやったー、やったー、正解です。当てなかった人たちめっちゃ冷たいんだけど。続いては20ポイントの AKB 超イントロドン。お、はい、あ、はいはい、おい、何やってんだよ。誰のパレオはエメラルド。どうなってんだよ。本当さ、 SKE の曲なんだよね。 SKE の曲は知らない。初の紅白歌合戦曲なのでね。思い出の曲。続いて20ポイントの AKB 超イントロドン。いけ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 、とりあえずいけ、とりあえずいっちゃう、とりあえずいっちゃう。えっとねおきどき。歌わせてもらったことあるんですけどね、SKE の曲で。続いて20ポイント AKB 超イントロドン。はい、ああ、いけいけいけ。タナちゃん、タナちゃんあげたよ。タナちゃんあげたよ。タナちゃんあげたよ。タナちゃん。恋するフォーチュンクッキー。タナちゃんもあげたよ。これは点数どうなんですか。すげえな。すげえな、すごいね。当てたのすげえな。俺すげえ、あれあの曲だけ知ってんだよ俺。非常に大逆転のチャンスです。30ポイントになります。30ポイント。 AKB 超ウルトライントロドン。何クッキーだ、何クッキーだ。いいの、何クッキー、いける、赤にいける、赤に。12月のカンガルー。SKE だ、 SKE だ、 SKE だ。グループが違ったら分からへんねん。違う、 SKE 自分のグループ以外は分からんってことね。そうです。あ、そういうことなんや。分かんない。けど、あやちゃん分かってたの今戻ったけど。もちろん。おっと、嘘くさいね。何やった、嘘くさいね。分かってた、分かってた。なんか間違ってた。なんて答えようとしてた。き、兆し、あ、兆し、兆しかと。正解でしょうか、どうだ。不正解だって。よかった、よかった、これ。そりゃそうだ。不正解だって。12月、ごめんなさい。続きまして、大逆転のチャンス。30ポイント。AKB 超ウルトライントロ、ドン。はっ、ああ、いけいけいけ、なんだっけ、いや、ま、みーちゃんが早かったね、みーちゃん。前しか向かねえ。すごい、なになに、みーちゃん何、乱暴な言葉使うね。前しか向かねえ。乱暴な言葉使うね。いや、そういう曲ですから。そういう曲なの。はい、曲名です。うん、なんかもう分かんなくなったらもう黒ちゃんの足とか蹴ってもいいですよ。いや、そうでしょ。30ポイントです。AKB 超ウルトライントロドン。これがラスト。お、お、あれ、これがラスト。いや、もう一枚。出てない、出てない、出てない。出ました。もう一枚いく。音出てた。え、もう鳴った？鳴ったよ。鳴りました。鳴りましたよ。いや、アキちゃんだよね。じゃあアキちゃん。君のことが好きだから。よくわかるね。やった、秋田センターやってますからね。じゃあ最後、よっしゃ、よっしゃ、終了です。え、もっとやりたかった。ダメダメ、お客さんがダメって。あ、お客さんがダメ。ごめん、遊ばせ。シーンじゃないよ。さあ集計をしております。いや、でもいい勝負なんじゃないですか、ねえ。どっちの方が分かんない。お互いはお互いの曲そんな知らんってことだよね。イントロってなっちゃうと、サビとかだったらもう分かるんですけど、最初からは聞かないんだね。
聞かねえんだね。若干 SKE が有利だったかもしれないです。やっぱり SKE が AKB さんの曲を歌わせてもらうことの方が多いんで。あ、そうか、機械的にはそうだね。そうですね、うん、もしかしたらちょっと有利。あ、出ましたよ、この対決3回戦に限っては AKB90 ポイント、SKE110 ポイント。負けてんの？どう？あれ結構いったよね。本当ですか？え、それ負けてると思った。合計は本当に？すげえ。おお。はい、AKB 133ポイント、SKE 148ポイント、SKE の勝ち。やったぜー。負けちゃったよ。やったぜー。やったぜー。やったぜー。SKE は喜び方が分かってないぜー。なんか立ち上がったけども。ああ、すげえ、勝った。嬉しい。もっと声出していいんですよ。ということで、AKB vs SKE 長島対決でした。よいこアリノです。浜口です。1179 MBS ラジオからあっぱれやってます。